はい、えー、皆様、こんにちはあのー。本日はお時間あいただきまして、ありがとうございます。あのー、今回のですねあの、京都エキスポに、われわれ、こういう形で、えー、セッションに参加させていただきます、あのー。スマートシティセッションということで、えー、今回はわれわれ、ジャパン DX、l t、えー、テ s グループがですね、 えー、日頃からお世話になっております自治体様とご一緒にえこのプログラムを進めてさせていただきたいと思います。あの冒頭ごあいさつをくれましたけども、私、あのエルテスグループおよびジャパン DX グループを推進しておりますあの近藤と申します。よろしくお願いいたします。で本日ご参加のの自治体様様様はですすね庁課長様よろしししくお願いいたしますそして 八幡町の吉岡企画課長様になりまますすよろししくお願いいたします、はい、といったメンバーでですね、あの私の方があが司会進行させていただきまして、お勧めさせていただければと思っております。あの今回、表題はですねあの、スマートシティということで、えー、DX を加速させるデジタル PFI 構想ということで。 あのデジタル PFI っていう名前は、ですね、ちょっと PFI そのものはですね、あのもう長く使われている言葉ですけどもデジタル PFI という形でですね、我々あの、エルテスグループが推進させていただいておりましてあのなるべくこの民間の力を優先してですね、えー、なるべく早く。 この自治体様の様々な課題にご支援できないかということで、我々が推進している仕組みでございます。この辺のご紹介も含めて、またあの新しいですね、先進的な各自治体様の取り組みを中心にですね、本日ディスカッションも含めてですね、この時間を有効に使わせていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 あのそれではですね、あの冒頭、まずあのん越ですけれども、我々わジャパン DX のご紹介からあ始めさせていただいて、引き続き、あの志和町様、それから八幡町様とお話をいただいて、その後フリーディスカッションとさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは、あのまずあの私の方からお話しさせていただきたいというふうに思います。 はいえー、では、あの我々エルテスグループの JAPANDX という子会社になりますけれども、特に自治体様向けのです、ね、デジタルのご支援をさせていただいております企業でございます。あの簡単にご紹介とです、ね、取り組みのお話をさせていただければというふうに思います。えー、JAPANDX という会社はですねあの、昨年設立しておりまして、えー 私も役員として参画させてもらっておりますけれども、ここにありますような、特に自治体様向けの各種 DX 化のソリューションのところをですね推進させていただいております。もともと、エルテスという親会社のですね子会社としてやっておりますけれども、もともとエルテスという会社はですねあのデジタルリスク のご支援を中心にですね、設立した企業でございまして、そこから派生して、ですねこの自治体様向けのでさまざまな DX 化の取り組みに関しても、ですねご支援を推進させていただいております。JAPANDX というその子会社になりますけれども、今お話ししましたように、特に自治体様向けのデジタルトランスフォーメーション。 をご支援させていただくということで、ここにありますような、あその電子政府をはじめとしましたです、ね、各種自治体様向けのソリューションの開発、ご提供ですとか、あるいはそのデジタル社会の実現に向けた、あ我々民間としてどんなお手伝いができるかというところの思考、研究ですとか、あるいはもう人を含めたです、ね、ご支援という観点も、企業版のふるさと納税のようなです、ね、人材派遣、 も含めてですねあの、ソリューションだけじゃなくて、えー、具体的なその人の派遣も含めて、ですねご支援していこうというような取り組みをしております。また、あのこのデジタル技術の活用で、えー、特にこの行政ですとか、公共分野に向けてです、ね、でさまざまな新しい取り組みですとか、先進的な取り組みをご支援させていただこうということで、えー、設立してご支援させていただいております。 で、えー、特に今お話ししました。地方公共団体様向け、えー、自治体様向けの dx 推進ということで、いくつか事例をお話しさせていただきます。あの、本日ご参加いただいております。あの、岩手県市長様とです。はですね。もう設立当初からですね。あの包括連携協定を結ばさせていただいておりまして、様々なこの新しい dx 化に向けた取り組みに関しまして、えー、弊社から。 ご支援させていただこうということで、えー、お,お手伝いをさせていただいておりますで、えーも,ういえー、もう一つあの本日ご参加いただいておりますあの八場町様とはですねあの隣接するあの岩手県の自治体様でありますので昨年にです、ね、あの八場町様も含めたですね、えー、このようなあの片山佐々木先生を、えー、お招きしてですね スーパーシティに向けた新しい dx の取り組みのようなですね講演も企画させていただいて推進させていただいております。でスーパーシティという観点ではですね。あの様々な全国の自治体様に向けてですね。あの弊社もご支援させていただいておりまして。 えー事,業しえー、事業者パートナーとして,してですね、このような各自治体様、特にあの本日ご参加いただいております八幡町様とも、へ、えー、のご支援ということでもですね、お手伝いをさせていただいております。で、あのー、本日主催していただいております、あのー、京都という観点ではですね、あのー、京都府のスマート軽版なの実証実験にもですね、あのー、おー お手伝いをさせていただいておりまして、ここにありますような、嵐マの法輪寺様のご協力もいただきまして、ですね新しいこの警備の仕組みですとか、観光の仕組みのご支援、実証実験なども、ですね我々エルテス・ジャパンクスグループでお手伝いさせていただいたりしております。はい で冒頭で本日,本日の表題になっておりますあのデジタル PFI ということで、我々掲げておりまして、PFI そのものは、ですねえいわゆる官民連携ということで、民間の力もうまく活用してということだと思うんですけども、よりその三位一体になって、ですねえスピーディーにですねえ自治体様をご支援できないかということで、デジタル PFI という名前でですね、 我々推進させてていいただいております参、えー、方よしの考え方でですね特にその PFI の中でもですねなるべく自治体様にですねご予算を取っていただくことなくですねあの民間の力をうまく活用し,、えー、していただいてスピーディーにですね新しい取り組みですとか先進的な取り組みをご支援できないかというようなあ模索をさせていただいておりまして。 本日ご参加いただいております。市原町様、それから八幡町様にもその観点でですね。様々なご提案をさせていただいて、お手伝いをさせていただいております。でそこの中でも特にスーパーアプリと名付けてですね住民と総合ポータルのような考え方も提唱させていただいております。あの、もう元々ある？その市役所の機能だけじゃなくて、市役所あるいは自治体様の機能だけじゃなくてですね。様々な健康ですとか。 あるいは地域災害ですとか、地域交通ですとか、労働系ですとか、さまざまな観点でですねの自治体様が抱えていらっしゃる課題をですねポータル化してご提供するようなサービスを推進できないかということで、本日ご参加の自治体様にもご提案をさせていただいて、その辺をなるべく民間の力で,ですねスピーディーに進めていけるような。 仕組みをご提案させていただいて、ご一緒に模索させていただいております。で、今お話ししましたように、スーパーアプリということで、えー、あのぜひ我々としては、全国の自治体様にですね、こういうプラットフォームをですね、あのなるべく簡易で、自治体様でスピーディーに新しい取り組みがしていただけるようなプラットフォームにしていけないかということでですね、こういうスーパーアプリのプラットフォームのような構想を掲げてですね、 あの全国の自治体様にもご紹介を進めさせていただいております。で、市わ長様とはですねあの、先ほどご紹介しましたようにあの、連携協定を結ばさせていただいて、あの先行してですね、しわ長様の皆様にご協力いただいて、試行を始めさせていただいております。ここにありますのがシワナビということで、あのつい先だってですねあの、一般公開させていただきまして、 あの皆様もぜひあのご覧いただければと思いますけども、その画面のキャプチャーになりますけども、こんなような形で,です、ねえー、スタートをさせていただいております。はい、またそれ以外もです、ね、あの本日ちょっと後半の議論の中で、えー、ディスカッションさせていただければと思いますけどさまざまな行政手続きを、ね、DX 化していくということで、えー、ここにありますようなあいわゆる介護ですとか子育てですとか、 特に人の手がかかっているです、ね、職員の皆様や、自治体の職員の皆様のワークがかかっているエリアをです、ね、ご支援できないかということで、こういった行政手続きのデジタル化の仕組みのようなところもです、ね、このスーパーアプリの中で実現できないかということで、ご提案をさせていただいて、ご支援させていただいたりしております。はい、でまた同時に健康とということで あのお散歩アプリになりますけれども、より道シしわということで、これもシワ長様のスーパーアプリの中で、えー、そのシワナビの中で展開させていただいておりまして、このようなあのお散歩をしていただいて、皆様の健康データもとらまえてです、ねえー、住民の皆様とにの健康促進につながるような取り組みもです、ね、ご提案させていただいて、えー、ご支援させていただいております。 はい、あともう1点ですね、我々あの自治体様のご支援の中でもう一つキーにしている事項がありまして、ここにあります、いわゆるデータ連携基盤になります。先ほどの,あのスーパーシティもです、ね、あの,の推進はです、ね、このデータ連携基盤の考え方が基盤にあのを必須となっているかと思いますけれどもあの、このデータ連携基盤に関しましては、 我々あのかつてからですね、えー、エストニアの技術を、UXP という技術をです、ね、日本にご紹介しておりまして、あのそれをですね、あの今回の特に矢巾町さ様はですねあの、スーパーシティにご応募されているという経緯もございまして、えー、このデータ連携基盤の仕組みを、ぜひ UXP の仕組みをうまく活用いただいて、 さまざまな民あのデータ連携の中で、ですね新しい先進的な取り組みができないかというところを模索しております。で、まああのー、お時間ありませんので、詳細は割愛させていただきますけれども、さまざまな民間のデータも含めて、データを連携して、新しいサービスをワンストップで実現していくような仕組みになっております。この辺も我々あのでですね 推進させていただいて、全国の自治体様にもご紹介させていただいております。はいでえー、ここに今あのなぜエストニアのこの AUXP なのかというようなこともちょっと資料の中には入れさせていただいておりますけども、もうすでにエストニアはでは、ね、国を挙げて、えーあの、いわゆる日本でいうマイナンバーですねのようなものをキーとして、すべてのサービスがですねここに一元化されているようなデータ連携が実現しておりまして、ぜひ日本にもですね、 それをご紹介して、えー、いい形で新しいデジタル庁もできましたので、新しいこういう取り組みができないかということで推進させていただいております。はい、あのちょっと長くなりましたけど、あのん越ですけども、我々あの先行して JAPANDX の取り組みをちょっとご紹介させていただきました。はい、えー、それでは、はい、ありがとうございます。それではあの引き続きあの各自治体様のお話をいただければと思います。あの先に あの手話庁鎌田課長の方からあお話いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。手話庁もたくさんご紹介いただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございました。はい、それでは、えー、岩手県手話庁企画課長の鎌田と申します。よろしくお願いいたします。えー、私企画課15年目でございまして、えー、これまでもこう公民連携のプロジェクトを進めてまいりました。そうした中で今回エルテス様のご紹介でこのデジタル それもデジタル PFI での、えー、推進ということをお話しできる機会をいただきました。本当に嬉しく思っています、えー。今回のタイトルですね、デジタルの力で街を、街をつなぐ、こういうタイトルでお話をさせていただきたいと思います、えー。そうですね、今、街づくり座談会というものを各地区で私たち行っておるんですけれども、そのデジタル化というお話をすると、若い人でしょというようなイメージで持たれるかと思います。 そうした時にまに、あ、うちの町もこう高齢化率上がってるんですけれどもえ、決してそんなことはないと、若い人だけじゃないと。で、デジタルの力を借りて、リアルを補強したい、そんなことを描いております。で、手話町の場所でございます。盛、えー、岡と花巻の間、そして矢刃町さんの、えー、南側の、えー、町です。で循環型、共同、公民連携という町づくりを進めてきました。 人口が3万3千人、えー、1年間に100人ぐらいずつ減ってるんでしょうかね社人権さんの推計よりも若干緩やかに減っている形になりますシワ町の特徴としましてこの239キロ平米の町その、えー、東北本線沿いに3つの駅がありますでこの水色でプロットしている囲まれた部分、えー、全域の2.5%にあたりますけれどもここが都市計画の用途地域になります なんでこんな話するかっていうとですねこの用途地域の2.5%の中に人口の52%が住んでるんですね中央部はこの3駅沿いにですねベッドタウン化が進んでまして実際この中央中央部分の3地区には70%人口の70%が居住しているそんな地域になりますでこの中央部で私公民連携というお話しましたが小川ールプロジェクトというものを進めてきました そして日詰商店街、街の顔の方では、リノベーション街づくり。ただ、ここがこう、中央部、えー。そのような形になってます。で、オがあるとしては、えー、官民の複合開発を通じて、暮らしの機能を高める、えー。役場庁舎、図書館、そして民間施設。そういった暮らしの機能が詰まった街づくりです。で、一方で、この中央部は社会像、いわゆるベッドタウンで人口が増えている。 ただ東西においては東部西部それぞれ学校の再編を行いました7つの空き校舎が生じるそういった様相になっています西側では2校東側ではなんと5校こういった学校の再編が進みましてそれぞれの跡地をどのようにしていくかということを考えていますつい先だってプレスリリースがなされたんですが吉本興業様と 小川流が組みまして地方創生を目指すノールプロジェクトこういったものが指導するこういったことをきっかけにして里山農村地域でも活性化を図っていこうそんなことを考えてますで昨今ですねこの紫波町においても都市いわゆる町場と農村東西の農村地域その均衡が崩れたと言われてます紫波町の中でもそうです 日本もそうかもしれません。で、それをどうやって解消していきましょうか。解消はできないんだけれども、つないでいきましょうかというお話です。そうしたときに仮説を立てたのが3つです。コミュニケーション、地域交通、そして地域情報です。で手話長は、えー、総合計画の策定において、えー、市民参加、いわゆるワークショップを行って、そして審議会にかけて、2か年かけて作っています。えー、将来像として、 暮らし心地の良い街というものを掲げました。2000年からやっている循環型の街づくり、そして共同、それにプラスして多様性ある街づくり、こういったことを行っています。その暮らし心地を高めるために地域公共通交通をどのように再編していくか、コミュニティバスの廃止、これを受けまして AI を活用したデマンド型乗り合いバス、これを運行しています。 これは地元のタクシー業者さんが10人乗りジャンボタクシー3台持って手話長をこうフルデマンドで回るそれを最適なシステムで回しましょうというのを AI に委ねている活用しているという政策になります非常にこう町民の皆さんからも好評を得ていまして地域公共交通このように再編してよかったなと思っているところですそして地域情報の部分ですこれが先ほど近藤様の方から ご紹介いただきました。手話町でもエルテス様と一緒にやっているデジタル PFI の推進です。このデジタル PFI、行政のデジタル化と地域社会のデジタル化、このように私たちは捉えています。従来型の情報発信、これをデジタルの力で補強する時代が来ている。一人一人がこの SNS などを通じてメディアを持っている時代です。そういった時代に 広報誌については、月2回発行しているものを1回にする。来年6月からそうします。その,その部分をデジタルで補強しましょう。これが先ほど、えー、近藤様からもご紹介いただいた、えー、スーパーアプリ、そういったもので補強します。そして SN、SNS の積極的な活用、情報弱者と言われる方には、個別受信機で対応していきましょう。そんなことを考えて進めています。 でこのデジタルでつながっていく2つの公民連携施策といたしまして、エルテス様とのえバーチャル町役場、スーパーアプリですね。そしてもう一方では、ファンベースカンパニー様と、えー、組んで、ファンドなるものを展開しています。いわゆる市場庁の強みである人とのつながり、これをウェブで促進していきましょうというものです。えー、民間さんと組むと、 レレバレッジがが効くっってていいいうちょととそんなおここまましいことを考えていますえ手話町とすれば手話町フィールドにして民間さんが投資できる環境を作るそして若者が地域に戻ってくるような愛着の情勢を作っていくでその町内の人たちが楽しい町であれば外の人たちその湾も広がっていくだろうそういったことで住んでいる人たちが幸せだと思える空間それを作っていきたいというものです ちょっとご紹介すると、ファンベースカンパニー様とのアンケート調査の結果、436件の中の回答者、79.7%がファンだという結果が出たんですいや。すごく嬉しいことで、その人たちを通じた、その人たちに訴求するような街づくりをしていこう。って言ったときに、単なるデジタルの活用ではなくて、温かい感情が行き交う、そんな街づくり。 いわゆるリアルをデジタルで補強するそんなことを考えているところです、えー、情報を伝えそしてシェアするで知識をる深めつながる交流するこのきっかけとなるのがリアルそしてデジタルこれをうまく掛け合わせながらやっていきたいなとそうすることで支え合い今コミュニティの企画化なんて言われてますけれどもそういったことも少しは解消できていくのかな それが役所が真ん中で進めるのではなくて、住民同士、民間企業さん同士がつながっていく関係。そんなことを想像しているところです。このリアルな交流の場、コロナ禍でちょっと難しい、昨年ですかね、昨年今年は難しくなってますけれども、それをつなぐ潤滑油としてデジタルの力が働く。で、情報はまあ体温を維持したまま巡っていく。 っていうようなイメージで、市、え、場、ー、町のファン、そして町民がつながっていく。そんなことを、えー、デジタル PFI を通じて、エルテス様、そしてファンベースカンパニー様のお力借りながら進めていきたいなと思っているところです。市、え、場、ー、町の未来予想っていうと、本当にこのリノベーションまちづくり、そしてオガールプロジェクトもそうなんですが、資源と人、そして民間企業様の掛け合わせでもって、 新しい価値を作っていく、その新しい価値で情報を発信することで参画が呼び込めるで、皆さん住民の皆さんがチャレンジできる街、そんなことを想像しながら今取り組んでいるところです。はい、えー、町のご紹介でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの岡本会長ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、あの引き続きあの八幡町の幼少科課長の方にお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 よろししくお願いいたします、えー、それでは私の方から矢、えー、幡町の取り組みの方を説明させていただきたいと思います。えっ、ー、と、し町の鎌田課長の話を聞いていて、私も鎌田課長のす、もう進めるしわ町に住みたくなった感じが <laughs> したんですけど。まああの 今日取り直して矢巾、まあ、町が進めております、えーと、人生100年時代を健康に暮らすフューチャーデザインタウン構想ということで、えー、スーパーシティの取り組みを皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。はじめに矢巾町なんですけれども、志、え、和、ー、町さんの、えー、北隣に位置する町でございます。県庁所在地の盛岡市の南隣の町です。えー、と 特徴がないのが井波町の特徴というふうに言われておりまして、いつも芝町さんは羨ましいななんて思っているところなんですが、まあ、一つあるとすれば、期待されている姿として、岩手医科大学と岩手医科大学附属病院というものも移転がありまして、ここのエリアにですね北東北、北海道で最大の床面積を誇る病院ができました。 えー、八幡町内だけではなくて、えー、と東北の医療拠点としてのまちづくりが期待されているという、えー、ことを自負しているところでございます、まあ、そうした中で、えー、私たちが進めてきているこの,あの政策なんですが、えー、ウェルネスタウン構想ということを、えー、進めておりますこれはあの第一ステージは平成28年から30年ということで 地方創生の取り組みとして進めていきました。仕事づくりと健康のまちづくり、あとは地域のブランディングといったようなものを通じながらウェルネスタウンの魅力を全国に発信していこうという取り組みをずっと続けてきたところでございます。そしてあの医大病院、会員とともに合わせまして、それらを強みとしてさらに 健健康康にに暮らせるるでで、健康で稼ぐ街ととといいいったたこころろの中で私たちは今、政策を強力に推進しているところでございます、まあ。先進的で高度なヘルスケア産業の、まあ、集積であるとか、まあ、医大を活用したビジネスを展開していく、えー、高付加価値のヘルスケアといったところに、えー、経済の活性化を目指していり目指しそしてウェルネスタウンによる地方創生を実現しようというようなことを今考えているところでございます。 そうした中で、私ども第7次八幡町総合計画の後期基本計画を策定するにあたって、まあ、私どもの町でも、えー、ワークショップを中心とした住民参加による町づくりを進めているんですが、一つ特徴的なところに、えー、フューチャーデザインという取り組みをさせていただいております。これはのワークショップの中にあえて、えー、仮想未来人、仮想将来世代という人たちを作り込んで、 えー、2060年の矢巾町はどんな姿なんだろうっていうようなことを想像し、そこのあるべき姿から今どんなことをするべきなのかっていったところを、えー、実は考えています。で、ここのスライド2枚の3番4番って書いてですね、えー、人間らしさを追求できる最先端の町、矢巾とか、えーまあ、3地域が手をつないで一つの魅力をつくる町、矢巾、まあ、こういったものを、えー、作り上げてきました。実はこれテキストマイニングをして で全てあの私たちが恣意的に作ったものではなくて参加者が、えー、どのようなあの関係性を持って作り上げてきたのかといったものをこう大学との共同研究の位置づけで、えー、作り上げてきた内容となっております。でこうした将来像を実はやろうと思った実現しようと思った時にできないことが分かったんです。というのも規制がありすぎてで何のための規制なんだろうと考えた時に、えー、それって むしろ町民の皆さんのための、えー、規制ではなくて、えー、既存の団体の規制だったりするそういったことがすごく見えてきましたそこで私たちが取り組もうと思ったのがこの、えー、スーパーシティ型国家戦略特区だったということになります、まあ、私たちの地域課題でこのスーパーシティ構想の中で、えー、どんなことをしていきたいのかな っていうところなんですが、三つの課題を挙げております。まず一つが、えー、健康寿命の延伸と医療扶助費の抑制。まあ、ざっくりですね。八幡町って百億円の予算規模なんですね。でそのうち二十五億が扶助費になります。KDB システムなんかで見ると、八幡町ってですね。まあ、こう生活習慣があまり良くない方がいらっしゃって、<laughs> このままだと、そういったものが加味されていくと、扶助費が三十五億、四十億まで。 増加していくことが想定されますこれは困ったなということになりましたでも考えてみるとみんな健康になってくれればこれって解決することだよねっていうような話の中でこの健康寿命と、えー、医療扶助費の抑制というものを掲げております次に先ほど手話長さんでもありましたけれどもやはりつながりということで、えー、多層型コミュニティとセーフティーネットの再構築ということで 支援型、血縁型の、えー、コミュニティがなかなか維持が難しくなっている中で、目的型であるとか電子型のコミュニティを通じて、新たな関係性を築いていく必要性があるんじゃないかなという仮説のもとに、えー、この地域課題をデジタルで解決していこうということを挙げています。で3つ目が、えー、中心市街地と周辺農村部の格差解消。まあ、この 絵で見て分かるとおり、井浜町は極めてコンパクトな町ですで。中心市街地が1箇所に集中し、周辺の農村部といったような地理的な位置づけになるんですが、この格差といったものをデジタルを活用した、最新技術を活用した形での格差解消というものを目指しているという形になります。まあ、簡単にまとめますと、えー、フィジカル。 メンタルソーシャルの3側面でのウェルビーイングをデジタルの力を持って解決していこうという話になっています。でここに見えているスライドが矢巾町のスーパーシティの、えー、と全体像でございまして全8分野に、えー、取り組むでメインボディは、えー、ウェルネスタウンプロジェクトから始まっています、えー、ヘルスケア。 分野から防災救急介護医療といったところへの連続でのデータ連携こういったところに重きを置いた取り組みとなっていますこちらはソサイティ5.0のヘルスケア版をシームレスにつなぐ居幅モデルといったところで考えたものです、えー、多くの場合は 未病あ健康、未病、医療といった形でのデータ連携を安易に考えがちですけれども、私たちは医療扶助費の抑制を図るということを主眼に置いていますので、えー、セルフメディケーションを徹底するというような形で考えています。まず健康チェック、まあ、OTC 検査薬などを、まあえー、薬局だけではなくてドラッグストアなどでも購入できるような規制改革を行い、えー、ウェアラブル端末をつけた 方々が、えー、そののパーーソナルヘルヘスレコードをを使ってて、えー、自身の健康を考えていくで従来、このデータの活用として、えー、欠如していたものっていうものは、えー、あまりにも自身の、えー、と気づきだけに、えー、お願いしている形があって、行動変容を促すような仕組みになっていなかったんじゃないかなと思っています、特にこの PHR の活用については。 そこで私たちはバイテックというテクノロジーを活用しまして、まあ、ナッチによる行動変容をこのアプリを通じて利用者自身に届けていく、そういった中で自分たちの生活習慣、あとはそこにつく行動変容を促していくというような形を考えています。また、ウェアラブル端末は、例えばあのかなり精度が高くなって医療機器と同じような形で扱いますので、 えー、酸素血中酸素濃度なんかも測れますよねそうすると体調管理にもつな,がつなげることができます。またあの大学との共同研究では、えー、心筋梗塞や脳梗塞の発症アラートを出すことができる。発症前に重症化をえ抑える形で、えーまあ、健康を維持につなげていく活動をすることができる。まあ、こういったものをして、えー、受診の適正化を図っていく。そして、えー、体調不良が起きた場合は 適切に医療につないでいくデータの活用の仕方を考えているというところがメインボディになっています。先ほどあの鎌田課長の話もありましたけれども、まさにこのサイバー空間の活用とフィジカル空間の活用っていうのは両面で行わなければいけないことなんじゃないかなと私どもも強く考えているところでございまして、えー、この いくらウェアラブル端末を使って、えー、自分の PHR を関与したところでそのデータの活用をうまくできなければしょうがない、まあ、そういう意味では、まあ、私どもこのヘルスケアの取り組みについては岩手以外の敷地内に、えー、地方創生の事業で、えー、メディカルフィットネスジムをオープンさせていますでここのですね これはフィジカルの空間を支えていくという体制を取り、そして気づきにつなげ、行動変容を促し、自らが変わっていく、これらをデジタルの力を持ってやっていこうという形を考えているところでございます。最後になりますが、ウェアラブル端末を活用していくと、まあ、救急での PHR の活用、大規模災害時の発生時における DMAT などによる診療への活用。 例えー、避難所におけるアレルギーの確認などそして今あのこのコロナ禍にあっては、えー、新たな日常の避難ということで在宅避難を求められることも多分にあると思いますそういった時の、えー、安否確認なんかにも、えー、使うことができるかなというふうに考えているところでございますし、えー、みんなで守るつながる介護というような形で1、えー、人の人を、えー、多くの方で緩、えー、く見守っていくで簡単につなぐことができる いいったととここころろをを目指してての取り組みを進めているところでございますスーパーシティを進めていく中で多くの社会課題について掘り下げていったんですね。でその中でこのデジタルの力を最大限に活用しても最後はやっぱり人とのぬくもりコミュニケーションそういったつながりでもってこそ解決できるものが社会課題であるというふうに私たちは気づかされました。 まあ、商、えー、長さんを参考にしながら、あるいはエルテスさんの協力を得ながら、えー、まあこういった活動をですね、まあみんなで進めていくといったことに価値があるのかなというふうに思っているところでございます。以上、羽場長からの、えー、発表を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。あの非常に興味深いお話でありがとうございます。まああの我々エルテスグループジャパン DX はですね。 あの日頃から、司馬長様、それから矢花長様には、ですね、いろいろ逆に情報をいただいて、ですね、自治体としての新しい取り組みや、この展望っていうんですか、チャレンジのいつも情報を頂い,いて、それに我々あの企業側もですね、啓発されて、いろいろご支援していかなきゃいけないと、すでに思っているところでございます。 はい、あの皆さんのお話非常に興味深く聞かせていただきました。あのそれではここからの私の方でいくつかちょっとテーマを決めさせていただいて、えー、ディスカッションをフリートークのお時間を少しいただければなというふうに、えー、思っております。はいえー、っと今あの共有させていただきましたけどもあの本日ご参加の志波長様それから矢葉町長様はですねもうあの全国的にも非常に 先進的な取り組みをされているということで,です、ね、あの有名なあの自治体様でいらっしゃいますけれども先ほどあのお二人からお話にありましたようなです、ね、あの新しいチャレンジあの新しい展望を常に掲げてです、ね、あの住民の皆様の目線でいろんな取り組みをされているなというふうにあの思っております。 その観点も踏まえまして、ですね、今ご紹介いただきましたようなあの取り組みも含めて、ですね、一応、ちょっと私の方でせ越ですけれども、あのこの3点ぐらいを中心に、ですね、あの各自治体様のですね、あのお考えですとか、あ,のあるいは今後の展望等のですね、えー 本日あの、視聴いただいている全国の自治体様、あるいは企業様のご参考になるようなご意見を頂戴できればなと思って、ちょっとお3つぐらいテーマを決めさせていただきました。1つはですね、あのー、今、あのお2人からもお話がありましたように、やはりあの従来型のなんかこうお役所のお仕事っていうような、ちょっと言葉悪いですけど、そういう発想じゃなくて、ですねあの住民の皆様と寄り添うような取り組みっていうところ。 1>, 1番も2番もそうですけども、住民の目線に立った取り組みっていうところが結構、常に意識されて進めてらっしゃるのかなというふうに思っておりますけども、誰一人とろみ残さないデジタル化のための DX ということで、まあ、我々あのジャパン DX もです、ね、名前のりあり、あの自治体様の,そのデジタル化、DX 化をどういう形でご支援させていただくのがよろしいかということで、 鎌田課長、それから吉岡課長のとも、ね、いろんなディスカッションをさせていただいておりますけれども、こういう一人誰一人取り残さないデジタル化というようなところ、あるいは2番のですね住民の目線に立った取り組みというようなところで、ですねあの何か特に特筆すべきご展望ですとか、あるいはお考えがございましたら、お聞かせいただけませんでしょうか。田課長いいいかかががでしょううはい、ありがとうございます え今回、のこのコロナ禍において、本当に自治体のデジタル化っていうのが遅れてるっていうのが、全国の共通理解になったと思っています。えー、そうした時きに、やっぱりこう行政のシステムを変えていくには時間もかかりますし、えー、まあお金もかかっていくだろう。そうした中で、エルテスさんの方からこうご提案いただいたデジタル PFI っていうのが、すごくこうきっかけになっているというふうに感じています。でもう一方で今回あのワクチン接種をする時に あの予約システム予約をするのにこうス,スマートフォンからもできますよ電話予約できますよっていうのあったじゃないですか手話、えー、町のベッドタウンの地区でまち、えー、づくり NPO があるんですけれどもそこがその予約をしてあげますよっていうサービスをしたんですね、えー、高齢者の方々公民館まで来るとやってあげますよっていうようなことをやったんですがそれがすごく、まあ、好評だったんですっていう意味合いではそのさっき吉岡課長も言ってたコミュニケーションっていうのが最後までこう 必要でであろろうっていううといのはすすごく思うところですでもう一つはその、じゃあどうやってその住民の皆さんのスマホを持ってるけど、機能を使いこなせてないよね、僕もはじめっていうところをどう解消していくかっていうのが課題になります。いわゆるこうビジョンを掲げるんだけれども、その足元の部分、現状っていうのをどうやって埋めていくかっていうのが必要になってくると思うんです。で今回、エルテス様からご紹介いただいた企業様と、 来月協定を結ばせていただくことになりました。で、この事業としては、その住民の IT 相談、いわゆるパソコンであったり、アプリの導入であったり、そういったことを支援していただく、出前っていうとあれですけれども、まあ、拠点をこう設けていただくというような事業を取り組ませていただくことになりました。そういったその役所では、なかなか手が届かない部分で。頑張っている地域は やってるんだけれども、全庁展開はできない、それを今回、民間企業様の,の CSR で埋めていただく、そんな取り組みができると、行政の DX と住民の DX の両軸っていうのが、いくらか整っていく、これをこう、なんていうんですかね、まあ、一気にはいかないことだと思うので、それをこう地道に進めていく必要があるのかなと思っている次第です。はいます。 ごご紹介いいただきまましてありがとうござわれわれジャパン DX もですねあの単にこのスーパーアプリをご提供するだけじゃなくてですねやはりあの自治体の皆様がお二人も先ほどからおっしゃっておられますように住民の方に寄り添う,うその自治体でありたいということでいらっしゃいますのであのそれらののお手伝いができないかということで単なる DX 化というだけじゃなくてですねそこを住民の皆様に 一緒になってですね、勉強していただくような、そういう機会、あるいはもう何かあのデジタル化に向けてご不安がある住民の皆様をですねご支援しさせていただくような、そういう取り組みができないかなというふうに思っておりまして、市町長様に先行して、ですねそういう民間のそういう知見を持った企業様、上場企業様ともですね連携して、ですねまたあの改めまして、それは11月後半ぐらいにですね、 あの発表させていただくと思いますけどまた皆様に,のにも発表させていただければと思いますけどそういうような取り組みもお進めさせていただこうかなというふうに思っておりますはいあの、まあ、いずれにしましてはあの健康っていうのが非常にテーマになっておりましてそういう意味ではあの,あの先ほどあの吉岡課長からご紹介いただきましたように我々もその八幡町様の,その健康ということをキーワードにしたですね、えーあの本当に その徹底した取り組みっていうんですか、住民の皆様を,を支える取り組みっていうのに非常に感銘してるんですけども、そういう観点も踏まえまして、この住民目線っていう考え方のところで、えー、吉岡課長の方はいかがでしょうかはい、ありがとうございます。こ、まあ、このののの住住民民目線って言った中でこの行政 DX DX 両軸で進めていくっていう観点の中では、えー、一つ大きくそれを使う人たちがどれだけいるのかって言ったことが一つ、えー、大きな社会の変革につながっていくものがキーワードになるんじゃないかなと思っています先ほど鎌田課長も言ってましたけれどもスマホ持ってるんだけど使い方わかんないし使いこなせないし孫が設定してくれないしなんていうのがまあ、高齢者の、えー、実態なんですよね でもあの私たちこの取り組みを進めて分かったんですが、かなりの方がスマホを持っているんですよ。で、通話とあとは初期のメール設定しかできていないというのが現状で、まあ、それらをいかに活用できるかといった話っていうのは、どんどん進めていく必要があるのかなと思っています。でで、すので私たちもこう、 キャリアの方々と一緒にですね、えー、まあ携帯電話の使い方説明会というものを公民館でやったりとかっていったような形で地道に使う人たちが使いこなせる人たちを増やす取り組みをしているということもやっていっております。もう一つは、えー、とそのスマホだけにとらわれずウェアラブル端末でいかにそういうデジタルにアクセスしづらい方々。本来であれば そういった方々が使いやすいようなものにしていくはずなのに使える人たちがどんどん特化しているっていう現状があると思うんですよ。まあ、そういった中で、えー、開発としては、えー、そういうデジタルにアクセスしにくい方々がいかに容易に、えー、アクセスできるかっていったところも実装をお願いしているところです。でまあ私どもあのスーパーシティを一緒に取り組んでいる企業なんかでは、まあ、数秒間 こうウェアラブル端末に触れると、フェイスタイムが基本あの自動的に立ち上がって、そこで通話ができるようになるであるとか。まあそういったものが実装されておりますので、まあ、そういったものをこういかに広げていくのかっていうのは非常に大きなことなのかなと思っています。まあ、それがおそらく住民の dx を進めていく一歩なんだろうかなと思います。もう一方でえ行、ー、政の dx って言ったものに関しては、えー 紙を今まで紙でやっているものを単純にデジタル化するのは当然 DX ではないはずなんですねで。これに基づいて何が起きるのかっていうやはりビジョンが必要でそこに行き着くためのビジョンがなければあのもはやただ単にデジタル化を進めたっていったことがなんとなく、えー、私たちの仕事としての行政の DX になってしまうんじゃないかっていう危惧を抱いているところであります。 まあですのであの、私も行政の DX を推進するにあたっては、えー、そこに対する知識であるとか、えー、そういったものが圧倒的に不足しているっていう現実の中では、まあ、エルテスさんをはじめ、えー、多くの企業と連携して、一緒に目標、社会課題を解決していくっていうようなことが行政に、行政の DX に必要な視点ではないのかなと今、感じています。 はいいありがとうございます本当にまさにあの今あの、吉岡課長がおっしゃっていただきましたように、あのえてして DX 化といいますか、まあ、デジタル化といいますか、まあ、古い言葉ですと IT 化といいますかあの、それを進めても、ですね今までの従来型の業務を、その紙をなくしてえ IT 化する、あるいはデジタル化するということにはあまり意味がないというふうに我々も思っておりまして。 本当にあの住民の皆様を軸にとらまえたときに、その業務、あるいはその行政業務がどうあるべきか、でえー、どうすればあの自治体の皆様も含めて効率化されて、より本来のサービスの向上につながるかというところ、いわゆる業務改革があって、その後にそれをどうデジタル化するか、DX 化するかという、そういう発想が必要だと思っておりまして。 あのそういう意味ではあの2番にありますようなその行政手続きのデジタル化といういあの表現もちょっと良くないんですけれどもあの行政手続きをデジタル化すればいいんじゃなくてですねあのそういう意味ではあの今あのいくつかあの取り組みをです志、ね、川町様それから山町様にもご提案差し上げておりますけれどもあの従来の手続きを単なるデジタル化するだけじゃなくてですねどういうふうに変革していくかというところが重要だと思っておりますけれども。 あの今後のこのデジタル化に向けた手続きといいますか、その行政の変革っていう意味では、あのどの辺に特にこうフォーカスして展望されてるというようなところは、それぞれの自治体様でお持ちでしょうか、その辺のところ、何かありましたらお話、鎌倉会長からいかがでしょうか、はい、ありがとうございます。こののの2番の行,政行政手続きのデジタル化 っていうところにこうちょっとフォーカスしていくと、やっぱりその手続きで書かなきゃないっていうのめんどくさいんですよね。僕自身もそう思ってしまう。で、それがこう忙しいから IT 化が図られてこなかったっていう部分もあると思うんです。それがその行動変容を求められているのはむしろ僕ら公務員側の方であって、でそれもそこが変わることで住民の皆さんも手続きが変わる。 っていうふうになっていくのかなって両方変わるっていうのはその通りだなと思いました。で、エルテスさんとこういろいろやり取りさせていただいて、そのやっぱりあの子育て世代、矢刃町さんもそうですが、手話町もこう今、社会像で推移してまして、でやっぱりファミリー世帯がこう転入してきていただいたり、お家を建てられたりっていうのがあるんですね。そうすると,そのと、保育、まあ、児童施設であったり、学校っていうところは、 やたらとこう手続きがやはり多いですよね。ということで、今、エルテスさんと一緒にやってるのが、保育所だったり、児童施設の入所手続きだったり、本当にこう、吉岡課長おっしゃる通りそり、ビジョン必要なんだけれども、そこを達成するためにも、手続きの部分。 分かりやすいところから仕掛けていく、やっていくって、実践していくっていうのは両方必要だなっていうことをこう認識しているところです。本当、やれるところっていっぱいありますよね、役所の手続きって。で、えー、住民の皆さんにこうより良い身近なところで、そしてある程度、市町というようなこう小さな自治体でも効果が発揮できる、分かりやすいところ、そういったところからこう提案手をかけていくことで、えー、住民の皆さんも変わっていくのかな。 役所も変われれば、いいなというふうに感じているところです。はい、ありがとうございます。吉高課長、いかがでしょうか。はい。えっ、ー、と、この行政のデジタル化。今もう、鎌田課長が言っちゃったことにつきるんじゃないかなと。<laughs> 正直、えー、思っていますけれども、まさに。あのー、簡略化していくっていうことと、ワンスオンリー化を図っていく。って。 ったところはもういいいと必然じゃないかななかううような気がしていますもう一度で済むんだったらそれで済ませるような形での考え方をしていく必要があるのかなと思っています。あともう一つあの、まあ、ちょっと若干先ほどの DX 住民の DX にも若干絡んでくるのかもしれないんですけれどもこの行政手続きであるとか行政サービスへのアクセスという言い方をした方がいいのかなと思うし あるいは行政だけに限らずこれからの公共のサービスへいかにアクセスしていくのかっていう視点のところではあの現在の視点を、えー、将来の課題にしないあ現在の課題を将来の課題にしたままにしないということがあの必要なんじゃないかなと思っています例えば矢巾町でこれから高齢化率がどん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 高まっていきで在宅での、えー、介護であるとか えーまあ、医療在宅で受ける必要があるというような時に、まあ、例えば病院まで行く公共交通のことを考えた上でのデジタル化を図っていくのではなくてデジタル化をデジタルの力を活用することで、まあえー、自宅にいて医療にアクセスしやすい環境を整えるそうすると、えー、公共交通の問題も軽減されてくるであるとか、あのー、あくまで現在の課題を将来の課題に位置づけた中で公共サービス あるいは社会を支えるサービスへのアクセスするためのデジタル化を考えていくっていうのではなくて、まあ、できることの未来像から実装していくっていう視点が私は非常に重要なのかなと思っていますなぜならそうしない限りまたさっき言った近藤様もおっしゃっていた IT 化とか <laughs> ICT 化とか言葉が変わってるんだけどやってることは一緒 そうでもしないと、この行政って変わらないのかなっていうことを思っていますので、まあ、行政手続きのデジタル化の本質というのは、私自身、これから社会における必要なサービスへのアクセスの仕方の本質につながっていくあの大きな問いだったんじゃないかなと思って、ちょっとあのお話をさせていただきました。はい、ありががととうううううございいいまますあのまさにに、えー、そういう意味での変革がです、ね、あの必要かないうふうに私も あの常日頃思っておりますそういう意味では矢幡町様はですねあの先ほどご紹介いただいたようなあのスーパーシティの取り組みの中で特にその、まあ、3番にありましたヘルスケアといいますかあの健康介護というところにフォーカスしてですね我々もあの先ほどご紹介させていただきました市和町様にですねあのお散歩系の、まあ、PHR のデータも取れるようなですねあのいわゆる健康にちょっとフォーカスしたところのお手伝い。 ももさせてていただこうとしておるんですけども特に矢羽部長様の場合はこのヘルスケアのエリアにあの岩手いか狩様もありますああのお,お持ちだということもあるかと思いますけどフォーカスされてますけどそこの中での特にあの先ほどちょっとお話ししましたあの規制も含めてですねこうダイナミックにいろいろこの社会を変えて社会に提言して、えー、変えていかないとですね いいいいけない部分とうのがあさま,ざまあるかと思いますデータ連携、で先ほど、あの最近はあのマイナンバーでもいろいろ、おいろんな課題が出てきて、ですね世間、マスコミもマイナンバーを中心にいろんなあ話が出てきておりますけれども、その辺のいわゆる個人情報と、ですねあるいは新しいことを取り組んでいく上での規制改革っていうんですか、規制緩和みたいなところを、先ほど少しよいしようか。 課長の方からもお話ありましたけど、その辺に関して。あの、どんな課題感、うん、ですとか、あの。やばち様の取り組みとして、どんなふうにとらまえていらっしゃるかっていうところ、ちょっと。ぜひお聞かせいただければなというふうに思います。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、非常に難しいといいですねっていう。あの、個人情報の問題って、やっぱ、本当、非常に、こう。難しい問題だなと思っています。まあ、ここは、あの。 ガイドラインなんかを先行する形で先取りする形でやってもなお足りないっていうようなところはあの、まあ、ルール作りあるいは技術革新といったものを合わせた形で守っていく必要があるのかなというふうに考えているところです。で、まあ、このヘルスケアの領域のデジタル化についてちょっと深く深くというか簡単に説明させていただきますと。 あのデータデータといってこのデジタル化が進んだとしても使う質が違うんじゃないかなと思っています。よくですねあの巷の議論を見ると、えー、例えば健康診断のデータを見ます活用しますってっ話を聞きますけれどもそれらのデータの活用っていうのは実は医療につなげるデータ活用なんですよね。 であの健康診断のデータですからデータの種類としては性的なもしかするとデータと位置づけることができるかもしれません私たちが活用としているのは、えー、PHR ですからどちらかというと、えー、動的なータデータそして、えー、それをあの医療ではなくてセルフメディケーションに活用していく大きな違いがあるのかなと思って いてで従来型の大きなビッグデータの解析によるデータの使い方と、えー、PHR の使い方おそらく私個人のデータの活用としてはインテリジェンスデータとして使っていくという方向性が正しいんじゃないかなと思っているんですね。まあ、そういったデータの活用の仕方っていうのはやはり、えー、日本語としてデータという言葉も腑に落ちるんですけれども。 そこだけではなくしっかり区別した形であの活用していくというあの考え方を持っていく必要があるのかなと思っています。はい、ありがとうございます。ここの辺のご意見をお伺いしてあの釜田課長いかがでしょうか。あの我々もあのサンプアプリであちょっとご支援させていただいておりますけど、健康っていうあの視点ではあのどのような展望をお持ちでしょうか。はい、ありがとうございます。 ままずもっっっっててて吉岡課長ががいる矢幅町が隣でよかったなって思ってます <laughs> その上で本当にこう、えー、そうですねウェアラブルウォッチ私もつけてますけれどもこれまあ何て言うんですかファッションとしてつけてる人もいたりして、まあ、僕もそっから入ったんですけどで使いこなせているかっていうとさっきのスマホと同じようなお話だと思うんですね。でより身近なものっていう お話でその私たち、えー、私も吉岡さんも同い年で50歳超えたんですけども、そうした時にそのやっぱり動かないですよね、なかなか僕ら年代も、えー。高齢者の方がかえってアクティブに動いてたりする時があります。まあ、人によるんでしょうけども。そうした時にそに、エルテスさんから提案いただいたお散歩アプリ、えー、寄り道しわっていう、寄り道っていう名前を付けたんです。で それでその健康増進を図っていきましょう。我々世代、ウェアラブルウォッチをつける人も、それでもう歩いていきましょうっていうことを狙ったものでした。で、もう一方では、シワ町の人がシワ町のことを知らないんじゃないかって、そんなことがその観光の視点だったり、歴史の視点だったりっていうのがあって、本当にエルテスさんの取り計らいで、その私たちの歴史研究会、観光の協会、 それから商店街で組織しているポイントカード会とかそういった既存の組織頑張っている町民の皆様と一緒に組むことによってその一つのプロジェクト寄り道しわっていうお散歩アプリでもって複数の課題だったり複数の効果が出せるっていうような狙いが持てるようになったんですねで本当にこう、えー、自分たちの取り組み、えー、その歴史の人たちっていうのはもうちょっとしわ町知ってもらえればいいのに 歩いて見てもらえればいいのにっていうのをこの寄り道芝でもって解決してあげる解決っていうか誘導してあげるそんなこの効果があるなというふうに思いました本当に矢幡町さんは偉大さんがある関係での健康っていうのにフォーカスできるし僕らは偉大がない隣町のことなのでどういった町づくりに効果を発揮できるかその一つのプロジェクトで複数の課題解決を図っていくさっきあの吉岡さんおっしゃった課題の先送りをしないように。 なりたけこう、アクセスできるといいなというふうに、こう感じたところです。で、お世話になっているなと思ってました。はい、はい、ありがとうございます。本当はあの。岡本がおっしゃるように、あの。課題のさ、あの、先ほど、要所が、課長もおっしゃってましたように、課題、現、現行、現状の課題をやっぱり先送りしないでですね。あの、きちっと、あの、向き合って解決していくことが、すごく重要だなというふうに思っておりますし。そういう意味では、あの、日頃から。 司馬長様や部長様とお付き合いさせていただいて本当にもうあの常に住民の皆様のことを考えたです、ね、あの徹底したその姿勢っていうんですかそれで取り組まれてるところが本当にあのお付き合いさせていただいて素晴らしいと思っておりますしもう驚くほどです、ね、先端的な新しい取り組みを常にあの展望されて。 あの我々がそのもっと考えてこいということで、あの引っ張っていただいているような、まあ、あの状況だと思っております。本当に日頃からありがとうございます。あのお時間になりましたので、あのまだお話しいただきたいことたをたくさんあるんですけども、あの示させていただきますけども、あの今後ともですね、あの我々エルテスジャパンジックスグループもですね、あの市川長様それから川端長様のお発展に向けてですね。 あのご支援させていただくとと,ともに、それをその知見をですね、ぜひ全国の自治体様とも共有させていただいて、あの自治体様の発展に少しでも寄与できればなというふうに思っております。あの本日はありがとうございました。あの一応時間になりましたので、あの本日のこのプログラムは以上で、えー、終了させていただきたいと思います。あの釜本課長、吉岡課長、本当に本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。 あの今後ともよろしくお願いいたします。あり,まありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。